にちは。うわすごい。うわ珍しいこれ。駄菓子と喫茶店がこのユニットになってるってことですよね。うん、そうですそうです。ね、珍しい。わでも久々に駄菓子見た。俺もう子供の頃からあんま駄菓子食べてこなかったから。そうなんですよ、ね。そうなんですよ。食べそうなのに。あ、本当ですか。わなんかでも懐かしいとかあんま分からんけど、おそらく懐かしい。うわこれ懐かしい。そのまんまコーラ。はい。そうですそうです。僕これ。甘いものあんまり好きじゃなくて昔から、うん、だから俺酸っぱいやつ当たりやと思ってたんですよ、うん、これがうますぎて酸っぱいの好きで、ね、好きすぎて、そうですそうです、罰ゲームにならなくてむちゃ変な空気になってやったー麺や、一番売れる、いや一番売れるとこやと思って今近づきました俺これやっぱそうっすよね、うん、一番売れると思って今近づいたらやっぱりそうやった。これあれですよね、当たりついてるやつですよね。これこほんまめっちゃ当たんねんな僕めっちゃ当たるんですよこれ。はい、大丈夫かな。子供もよくそういうの言うけどね、まあまあ、そう誰が言うかですからねやっぱりその、うん、そう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 、名言とかも実は普通のこと言ってるみたいなのあるから、そう誰が言うかなんですこれは。これじゃあ行きます。一番高いと100円、一番高いと100円、うん、次は50円、50円でもう一個、じゃあ行きます。はいはい、まあまあね、まずはこんな感じで、うん、まあこれはね想定の範囲内で、じゃあ行きます、本番スタート。ほーら来た、もう一個負け、はい、来た来たというかまあまあはい、よくあることなんで。またか、なんかハズレでテンション上がってもうた、なんかあんま見ることなかったね。いいですか、じゃあもう一個負け。膨らんでるやつが当たりやすいってよく子供が言うけど。ああいやそんなんもう子供が言ってることですからね、全然ちゃいますよ。子供やなぁほんま子供が言ってること間違ってますはずれです。膨らんでるやつあえてねちょっと選んだんですけど、どうせ嘘やろうと思って、はい、当たると思ってやっちゃいますよ、絶対そうじゃん私が言ったから当たると思って選んだ。いやほんまなんかなってそのエビデンス取りたくて、そうそうエビデンス取りたくて検証取りたくて、そうそうそう、いやいやそんなことないです、大人げないというかまあ子供が言ってることなんで、はい、ちゃんとエビデンス取れてよかった、うん、ちゃんといただきます。まず食感がすごい良くて、やっぱチキンの香りがこう鼻に抜けるというか、うん、あこの少量でもしっかりパンチがあるから全然満足できる、すごい美味しいです。これでもあれですか、喫茶店もあるから料理もね、うん、じゃあちょっとキーマカリーいただいていいですか、はい、ドリンクどうしよう、ピートの高い君酒ってあります、はい、ピートの高いウイスキーとかってあります、君酒、そういうのちょっとあ置いてるんです、あ、あ、じゃあオレンジジュースはいお願いします、はい、あ、ありがとうございます。辛いの入れる、はい、辛いスパイス、あ、いいんですか、辛いスパイス、好きなだけかけてもらって大丈夫、うわ結構少量で辛いからね、本当に、あ、本当ですか、いや、辛いのめっちゃ好きなんですよね。じゃあ、じゃあちょっとでも、うん、まずね、ストレートな味を楽しませていただきます。いただきます。はい、うん、美味しいですね。スパイス効いてますね。やっぱりあのクミンと、うん、クミンですね。
絶対カレークミン入ってくる。絶対入ってくる。まあまあ絶対入ってるクミンを絶対入れてるっていうのがまずすごいところで、あとなんといってもカイエンペッパー、これがすごいいい役割ですよね。まあまあ書いてるかのように思わすパワー。もうでもこれで完成されてるからこれいらんかもしれないです。もう完成されてるんで、これ入れたらちょっとおかしなる。チャレンジしてると10倍ぐらいとか入れるかも。あ、わかる。正直最初そう思ってた。まっか。じゃあちょっと入れてみますよ、ほんまに。うん、いいっすか、もうガッて入れて。うん、いいよ、全然もちろん。好きなの。うわ。奥からこう。え？入れた？いや、めちゃめちゃ入れました。いや、その四角なってるからこれ。四角なってから見えるわけないでしょ。いや、そのスプーンってこう形状な、こういう形状なってるでしょ。こうなってんねんからそら。うん。あ、あでも結構辛いですね。あれもうまい。結構辛いっすけどうまいっす。やっぱり元がうまいからね。こんなん無理でしょ子供から。ちょっと無理かも。子供じゃあ絶対無理でしょ。無理かも。そりゃそうやな。全然ちゃうねん。あ、全然いけますね。いける？はい。うん、あ、うまっ。うまというかこれがうまいっすね。うまっ。他なんかメニューあるんですか？なんかナポリタンとか。うん、プリンいただいていいですか？プリン、はい、え、はい、辛いの、はい、辛いの、もしかして。いや、辛ないです。プリン食いたいなと思って、うん。あ、めちゃくちゃうまそう。なんでですか？大丈夫。最近ですか？今の話よ。え？うん。ああ、美味しかった。ごちそうさまでした。駄菓子、お持ち帰り用で買ってもいいですか？もうこれって一本だけ今開けても大丈夫ですか？これ好きやねんな、練り飴。はい、ありがとうございます。あ、こういうことか。あ、こういうことね。まあ俺はちゃうけど。
子供寝ないんですか。子供ね、そういう風に食べてる子もいるけど。ほんますか。寝らないで。じゃあお会計、じゃあカードで。うん、はい、それも、はい、あ、これますね、はい、電源消えてる、電源まあ500円でいいです。、うん、はい、500円として全然全然、はい、500円プラスで、うん、